デスノートで犯罪者を次々に粛清する存在、通称キラである、全国模試1位のイケメンモテモテふざけるな系主人公の八神ライトと、怪しげな薬を決めてそうで決めてない世界一の名探偵エルの。天才同士が繰り広げる戦いを描いた作品デスノートは、2006年から実写映画化され、前編のデスノート、後編のデスノートザラストネームともに大成功し、累計約80億円もの売り上げを達成しました。そこで今回は、なぜ実写版デスノートが大成功したのかについて考察していきます。この映画には多くの売れにくい要素があり、具体的には、アニメ化される前に公開されたことから、地上波でのデスノートへの注目は限定的。超主要人物であるエルの俳優マツケンが当時無名。当時勢いのあったヒロインのミサを演じる戸田恵梨香さんが、前編では顔見せ程度の役割しかない。そもそも漫画の実写映画自体が爆死しやすいなどが挙げられます。一見するとバカかなめてるかふざけてるとしか思えず、今日実写映画成功例の代表的存在となっているのは、本来ありえないほどの奇跡なので、その秘密と思われる4つのポイントに迫りたいと思います。1、共感を呼ぶ八神ライト、最低すぎる渋い丸タクを。原作では主人公の八神ライトがノートを拾い、ナンパしていた渋い丸タクを、略して渋タクを軽い気持ちで殺害。唐突に自分が殺人鬼となってしまうも、それを悪の行いではなく神の裁きだったと思いたいがために。いっそ悪人を次々に消し新世界の神となることを志したという見方が強く、本質的には悪人の殺害は自分のためとしか思えない上、基本的にキラが悪という描写が多いことも相まって、原作のライト君は正義ではないという意見が多いのですが、藤原竜也さん演じる映画版ライト君、藤原ライトは法学部の大学生ということもあってもともと法律に対する関心が強く、それゆえ法律の限界も感じており、到底許せない悪人が何人も不起訴、無罪となる現実を見ていました。このため、悪を許せない気持ちは原作のライト君よりもはるかに強く、世の中のため、正義のために悪を裁いていたように思えます。そんな藤原ライトは殺人鬼にもかかわらず、お客さんからすれば感情移入できるキャラになっており、彼が正義だと思う方も決して少なくはなかったかもしれません。こうして多くの共感を呼んだのが、映画にのめり込む大きな要因になっていたのではないでしょうか。また、結構真面目な話ですが、渋い丸タクを、略して渋タクの大活躍も見逃せません。原作の渋タクはやや悪質なナンパをしており、世の中的には死んだ方が良いだろうけど、殺すのはさすがにやりすぎといった感じだと思うのですが、映画の渋タクは明確に殺すべき悪人となっていました。殺人を犯して起訴され裁判になるも、卑劣な策で無罪判決を勝ち取り、仲間内でその時の家族の嘆く様をコケにしており、誰も俺を有罪にはできないと、自分が無敵の存在であることを豪語。さらに藤原ライトにナイフを突きつけるという、どれだけヘイトを貯めれば気が済むのだろうかというレベルでした。原作の渋タクが展開次第ではノートで死ななくなっていた可能性があり、過去動画にてそうなった世界線の彼を無敵丸タクをと称し、茶化したことがありましたが、劇場版渋タクも、原作とはまた違った形の無敵丸タクをと言えるかもしれません。もっとも、邪悪さは比べ物になりませんが、ともあれこの渋タクが本当に悪役すぎるからこそ、藤原さんが悪を許さず容赦なくぶっ殺す姿勢にも理解を示しやすくなり、徐々に闇落ちして善人をも殺しに行く彼すら、応援する人がいるのかもしれません。あまりに下道な渋タクを見て、藤原ライトがこれまで正義と信じていた法律の象徴とも言える、六方全書ゴミの山に叩きつけ、そこで偶然見つけたデスノートを拾い上げたシーンは、法律の限界を感じさせており、闇落ちするだけの説得力がありました。このように渋タクはお客さんの共感を呼び、映画を盛り上げるのに一役買っているのは間違いなく、必要不可欠な人物となっており、
もはやライト君やエルと並ぶ主人公と言っても過言ですね。そんな彼の活躍からは少しも目が離せます。2、オリジナルストーリー。八神ライトや渋沢のキャラ編もそうですが、映画では基本的に原作の展開をなぞりつつも、ところどころでオリジナルのストーリーが織り交ぜられており、これもまた大ヒットした要因と言えるかもしれません。闇落ちした藤原ライトが、本来は守りたかったであろう大切な人を利用し、敵を倒しに行くという恐ろしい展開や、ノートのルールを利用して殺し合いを仕組む超絶トリック。なんであれが入るんだよと言われたほど、誰も信じられないようなスリーポイントシュートを決め、圧倒的戦闘力を見せつけた掛けバスケ。偽名を使う強敵の本名を見破る、豊富な知識量と発想。L にキラだと確信されたとしか思えない状況で、不敵な笑みを浮かべる余裕など。どれも藤原ライトの凄さや有能さ、邪悪さなどを際立たせており、大きなインパクトを与えてくれました。そしてなんと言っても、藤原ライトと L の勝負が L 勝利よりの相打ちエンドだったのは、大変衝撃的で話題性がありました。こうしたオリジナルストーリーが、映画の短い尺の中で次々にテンポよく繰り出され、目を離す隙もないほどのめり込んでしまったのかもしれませんね。すごい、コナミ感。ただ、デスノートをよく見ている方はわかる通り、オリジナル部分の大半は信じられないほどのガバガバ展開であり、そこが気になって受け入れられないという方もいるようですが、おそらくこれは制作側も覚悟していたことでしょう。映画は前編後編合わせても大した時間にはなりませんから、いちいち全ての整合性なんて取っていたら話が進みません。ならばよく見ている人は切り捨て、多少ガバガバでも大勢が楽しめる要素をたくさん詰め込み、映画を盛り上げる方向に舵を切ったのではないかなと思います。考察税としては蚊帳の外状態にされたようで少し寂しいところではありますが、どんな有名なコンテンツも詳しい人より、全く、もしくはちょっとしか知らない人の方が多いので、そちらを優先するのは仕方ありませんね。そういった取捨選択能力もすごく有能だなぁと思います。3、狂気の俳優、マツケン。役者さんがすごかったのも大ヒットの理由の一つだったと思います。主要人物の八神ライト、エル、渋沢、ミサの全員が魂を込めた気迫あふれる演技で映画を盛り上げ成功に導いたのですが、その中でも特に注目すべきなのが、L 役の俳優である松山健一さん、通称松健。見た目も行動も L にぴったりでクオリティがとにかく素晴らしく、デスノート原作のストーリーを担当している蒲生先生も、めっちゃ L と太鼓判を押していたようです。L のような大麻を吸ってそうで吸ってない役中キャラを再現するのは、相当難しかったはずなのにすごいですよね。また、マツケンは今でこそ名前が知られるようになりましたが、実は有名になったきっかけはこの映画らしく、それまではほぼ無名でした。映画のキャンペーンで人前に姿を現した時、ほとんどの人はマツケンのことを知らず、登場した時の拍手は少なかったというエピソードがあるのですが、これは彼がいかに当時無名だったかを物語っていますね。原作でもエルが正体を隠して人前に姿を現した時、周りからの反応が微妙だったことがあったので、ある意味原作再現と言えるかもしれません。原作の場合はなぜかエルに一目惚れしたモブ、逆張りの強子だけは盛り上がっていたので、原作よりもさらに虚しいと言えるでしょう。しかし無事に退席し、もはやどんどん声をかけられるくらいになったとのことで、本当に良かったと思います。なお、あんまいないと思いますが、もし逆張りの強子について興味をお持ちの方がいましたら、概要欄に彼女についての解説と考察をした過去動画のリンクを貼っときますので良ければチェックしてみてください。ともあれ、佐藤プロデューサーによると、無名だったマツケンが選ばれたのは、名前が売れている俳優だと個性の強すぎるキャラクターに躊躇してしまうかもしれませんし、観客もその俳優の持っているイメージを引きずってしまうかもしれない。そこで、松山健一は無名ではあるけれど、無名だからこそ、観客に変な先入観を持たれることなくエルを届けることができる。色白で姿勢が悪く、手足は細い。もう、あったらシルエットが完全にエルなんですよね。いろんな意味で真っ白で綺麗な男、それが初対面の印象でした。
とのこと。かなり納得できる話ではあるのですが、有名俳優を起用すれば大勢のファンの人が映画に足を運んでくれることが見込め、売り上げに貢献してくれるはずなのに、そのメリットを捨ててまでマツケンを起用したのはすごいですよね。まあ、予算か何かの都合で有名どころを使えなかったのが本音なのかもしれませんが、結果的に大成功だったのは間違いありません。また、インタビューを信じるならマツケンが L に似ている。つまり役中のような人物なのはもともとであり、誰かが役作りのために薬物乱用させたとかではないことになるので、いろいろ一安心です。4、前編をすぐにテレビで公開。これは考察というより佐藤プロデューサーがすでに明言していることなのですが、2本立ての映画は後編だけを見る人が少ないことから、後編は前編よりも売り上げが悪いのが普通であり、デスノートも後編で失速することが懸念されていました。そこで、前編公開終了からわずか4ヶ月後にそれをテレビで放映し、24% もの視聴率を記録して、後編を見たいという人が大量発生したことで、売り上げが大きく伸び、前編の興行収入の約 28.5 億円を大きく上回る、約52億円を記録しました。基本的には映画のテレビ公開は1年後以降とのことであり、かなり思い切ったと言えますね。この戦略ももちろんすごいですが、ほとんど地上波に頼らず十分に売れた前編も化け物じみています。すごい、コナミ感。ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。